ここからまだ眠る君へ。どうして言えなかった全てが降り積もる。
ここできっとみんなも大好きなんじゃないかなって思う曲を歌いたいと思います。一緒に歌ってね。
私が松田聖子さんに憧れているのみんな知ってますか？うん、小さい頃に聖子さんがテレビに出て可愛いドレスを着て歌っているのを見てね、私もいつかは絶対ああいう風に可愛いドレスを着てみんなの前で歌いたいなって思ってたんですよね。それで今日着てるこのドレスですね、今日はね、私の憧れのその松田聖子さんの曲を歌いたいと思います。聴いてください。
初めてのコンサートの時にソロコーナーで歌ったんだけど、知ってる？はい、それではね、今度私は12月のね、15日にファーストソロミニアルバム Belong to You を出しました。みんな聞いてくれた？どうもありがとう。みんなさ、Belong to You って意味知ってる？知ってる？あのね、教えてあげようか。いい、よく聞いてね。あなたについていきたい。照れちゃった。はい、私はね、これからもみんなの後をついていきたいなと思ってるんで、みんな見守っててくださいね。それではここで Belong to You の中から友達より遠い人を聞いてください。
とか、練習してる時はね、すごく緊張してて、もうどうしよう、みんなの前でね何もできなくなっちゃったらどうしようとかずっと考えてね、もう眠れなかったりもしたんですけれども、今日ねこうやってみんなに会えて、一番最後の日だけど、もう全力でね、もうみんな私のもう全部を尽くして、あ、みんなにこう頑張ってるのを見てもらいたかったから、もう一生懸命やりました。これからねここでもまた全国ツアーが始まって、いろいろとね楽しみなことたくさんあるんですけれども、このコンサートでね、私が一つでも二つでも大きくなって、ここのコンサートでも違ういろんなお仕事でもね、みんなが、あ、大人になったじゃんってね、言ってくれるように頑張りたいなって思います。だからみんなも最後までずっとずっと私のことを見守っていてくださいね。すごく楽しくて、でみんながあったかくって、でこうやっているのがすごく楽しいんですけれども、もう最後の最後の最後の曲になってしまいました。はい。悲しいんだけど、終わっちゃうのすごく悲しいんだけど、でも、みんなが最後までたくさん応援してくれれば、みんなの心にも残ると思いますんで、一緒に歌ってね。それじゃあ最後の曲、水平線で捕まえて。
マジで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 マジ